米中貿易戦争が一休みしたことにより、中国に依存する韓国経済も株価が反転し落ち着いた感じに、その流れから売られていたウォンは買い戻され、9月13日には一時1ドル1170ウォン台をつけるほどの高値に。がしかし、わずか6日後の本日19日午後12時には1197ウォンと再び1200ウォンに迫るほどのウォン安に、しかも今までとは全く違った動きで通貨安になっているのです。こんにちは、世界のカラバンのエドワードです。いやー、本当に変な動きしてるんですよね。本日為替マーケットがオープンした午前9時、いきなり大きなウォン売りが、そしてその後もじりじりと売りが入り、午後12時には1200ウォン近くまで上昇。さてはコスピの株価が急落かと思いきや、全くの逆で買われてるんです。ここ最近のドルウォンは景気不安で株が売られ、通貨も売られるというド素人でもわかるパターン。昨夜アメリカ FRB のパウエル議長は FOMC 後の記者会見で、景気拡大を維持するため適切に行動していくとし、継続的な利下げを否定せず金融緩和に柔軟な姿勢を発表。予想通りの声明にマーケットは安心し、アメリカの株価は上昇。それにつられ韓国の株価も上昇していたんです。しかし今回の売りは今までとは全く逆パターン。なぜ売られたのかはっきりしたことは分かりませんが、もしかすると機関投資家が大きな売りを浴びせたのかもしれません。なおこれとは別の話ですが、本日の朝鮮日報では韓国の投資家が不安なるウォンを売りドル買いに走り始めたという記事を掲載しています。ドル高を予想した個人投資家のドル買いが続き、8月の個人による外貨預金保有割合が過去最高を記録した。韓国銀行は18日、8月の居住者による外貨預金が総額709億7000万ドルとなり、1ヶ月で13億ドル増えたと発表した。居住者による外貨預金は韓国人、韓国企業、韓国に6ヶ月以上居住した外国人、韓国に進出した外国企業などが国内で外貨建てで保有する預金を指す。増えた外貨預金のうち 95% は米ドル建て預金だった。誰がドルを預金しているのかを見ると、企業が増加分全体の 59%、 個人が 41% だった。大型輸出企業と並んで個人投資家がドルを買い集めている格好だ。いやー、当然と言っちゃ当然なんですが、予想通りの動きになってきてますよね。ちなみに午後4時現在では1ドル1190ウォン近辺でうろうろ。明日金曜にかけて1200ウォンを超えるのか、それとも下手って戻すのか、要注目です。以上、ドルウォン速報でした。